映画楽園シネパラとは、日本テレビで2000年6月6日から2006年3月28日まで、火曜日の深夜25時55分より放送していた映画番組のタイトルである。2006年4月以降は、放送日時が、木曜日の深夜25時44分からに変更となり、同年9月28日まで、映画天国チネパラのタイトルで放送されていた。以下は、 番組の流れである。オープニングザ・ネクスト・金曜ロードショー映画、オンエアエンディング編成の都合により、放送開始時刻が繰り下がる場合があり、放送の時間帯によっては、映画のオンエアのみとなって、ザ・ネクスト・金曜ロードショーが潰れる場合もある。また、映画天国チネパラニー公後は、金曜ロードショーの映画を紹介する、コーナー番組のタイトルも、ネクスト・金曜ロード笑いに変更された。 後松和恵が番組中に被るピンクヘルメットタイトル絵などは雨やすみれによるものである。当初は日本正しい映画の見方を教える市民の会代表を受賞する後松和恵と小倉厚志アシスタントの山田千春の3人でコーナー番組を進行していた。あとに山田千春は番組に出演せず同番組のナレーター専門となり、 小倉敦氏も転属により番組卒業となる。以降は、藤井恒久門戸モンドなんでも、博士として、主に古本紹介を行う松沢五一が、番組に加わっている。後松和江が代表を自称している会。略称は日清、日生、エミ会。番組放送期間中には、会員募集も行っており、会員証、年賀状も発送していた。また、 番組内では後松和江のトレードマークでもある中ピレンを真似たピンク色のヘルメットなどのプレゼント企画も行っていた。ありがとうございます。